こんばんは。子供らしい質問をして恐縮なんですが、もしも今武井さんの目の前にシェンロンが現れて願い事を叶えようとしたら何を願いますか？いいね、こういう質問たまにはいいね。なんかね、みんななんかやる気とかそんなばっかりだからそうだね、シェンロンが現れて願い事を叶えようと言われたら何を願うか。僕は不老不死です。もう 100%、 もう 100% 不老不死。もう武井壮でいい。もうずっと俺は武井壮でいい。ただもう今のまんま衰えもせず死にもしないっていう、はい、もうずっと生きてたいです。はい、俺はもう生きてんのが楽しくてしょうがないんで、マジで。だってほらさ、もう20年前の自分とかさ、もう何にもできなかったし、ゴルフも下手だったし、お金もないし、だけどさ、20年経ったらこうなるわけじゃん。あと20年経ってみないよ、えらいこと起きるからな。でもその時におじいちゃんだったらもうつまんないじゃん。だからもうとにかく今のぐらい、今の肉体ぐらいでいいから、うん、20代に戻してくれとか思わないけど、まあでも20代24歳の時の俺の体で不老不死にしてくれっていうのを、なんか1個半ぐらいの感じで叶えてくれるんだったらそれもありかなと思うけど、はい、でも意外と今の自分も気に入ってるんで、もう贅沢言わないです。不老不死でお願いします、シェンロンさん、不老不死でお願いします。うん、願いを叶えようつって、ピピピピつって、もう死なないつって、はい、試してみます。一回あのビルから飛び降りたりして、痛えか、不老不死でも骨折れるか、うん、やった死なねえぜってなる、うん、100年後の女子とかどんだけ可愛くなってるのか見てみたいね。20年前ほらおにゃんことかの時代だからさ、もうおにゃんこはもういなかったか、その頃は。うん、その頃誰だ分かんないけど、中山美穂ちゃんとかさ、ね、まあ可愛かったな、それもな。でも20年経ったらさ、今の子たちみんな可愛いじゃん。20年後なんかもう全員美女じゃねえかなと思ってるから、うん、あと2万年ぐらい生きたらもう全員ガッキーな可能性あるな。